OK。 ありがとうございました。ありがとうございました。コドモーズのお二人でした。ありがとうございました。まだまだまだちょっとストップまだまだまだ時間がもうちょっとあんのよ清水さん。はい、ま、俺たちも生演奏で今もう、はい、ドキドキしてんだけど。私もドキドキしました。皆さん気づいたでしょう。はい、俺たちじゃ物足りないんです。そうやっぱりもうね、裏でうずうずしてる子供たちがたくさんいますから子供たち助けてもらおう。はい、そうですよ。はい、それではどうぞ。子供たちがいるのダメだ。はい、皆さんスタンバイお願いします。皆さん拍手お願いします。山口市のダンシングエンジェルスの皆さんです。うん、今まであのマシオ君と僕がやったのは今リハです今からが本番です。はい、本番なので子供たち全力で笑顔でやっていただいてね、流行らそうと思いますので皆さんご協力皆さんお願いします。やります。お願いします。ビープ君ポジティブ体操スタート。ビープ君始まるよ。山口口口山口口口寝坊するのはダメダメ。山口口口山口口口ご飯おかわり OK OK。 友達ダチダチ友達ダチダチ喧嘩するのはダメダメ。前向き向き向き前向き向き向きパワー全開 OK OK。 お手手つないでさ行くよ。Let's go。 フグみたいにお口ぷっくりできるかい。できる。 SL みたいにスピードシュポポできるかい。できる。50の塔みたいに体を伸ばしてピンピンピン。 Good job。 山口口口山口口口泣いてばかりはダメダメ。山口口口山口口口スマイル全開 OK OK。グチグチダチダチムキムキポジポジポジティブ体操 OK。 山口口口山口口口片付けしないはダメダメ。山口口口山口口口元気に挨拶 OK OK。友達ダチダチ友達ダチダチ嘘をつくのはダメダメ。前向き向き向き前向き向き向きパワー全開 OK OK。 心ひとつにさ行くよ。 Let's go。 みかんみたいに体丸くできるかい。できる。に体柔くできるかい。できる。関門橋みたいに両手を伸ばしてビョンビョンビョン。 Good job。 山口口口山口口口いじけてばかりはダメダメ。山口口口山口口口スマイル全開 OK OK。グチグチダチダチムキムキポジポジポジティブ体操 OK。 もう一丁 OK。 もう一回ありがとう。皆さんありがとうございました。大きな拍手をお願いします。山口のダンシングエンジェルスの皆さんでした。ありがとうございます。みんなのおかげでめちゃくちゃ華やかになったよ。ありがとう。ありがとう。みんなありがとうございました。子供たちが来たら人が増えたからよかった、はい、助かりました。本当本当。さっきも言ったみたいに、はい、まあ、このダンス歌を、まあ、これからどんどん、まあ、テレビとかで広めてまいりたいと思いますし、うん、今あれですよね、 YAB のホームページとかでもね、はい、ダンスが載ったりするので、はい、それで勉強してほしいんですが、うん、ちょっと頑張った子どもたちにも ねちょっとお話聞いてみたいですよね。はい、はい、ちょっとお話じゃあ僕からですね、はい、質問タイムでございますね。今日のギャラいくら。いやこらこら、そういうの聞けるかい。言ってあるの。言ってじゃないよ。ちょっとちょっとポジティブ宣言だから、あと乗ってるちょっと、はい、事前に考えてきたものではい、はい、お願いします。違いました。まずはねみんなね元気にね踊ってくれましたけれども、はい、やっぱりねいろんな振り付けがあったんですけれども、うん、一番好きな振り付けはどこだったかな。誰か答えてくれ。好きな振り付け、うん、誰か答えてください。好きな振り付け、うん、どこが一番好きだった。やっぱり
全部が好きなんですけど、お山ぐちぐちぐちのとこが可愛くて好きです。嬉しい、皆さん拍手。山ぐちぐち、もう一回やってもらっていい？可愛い。山ぐちぐちぐち、いいね。嬉しい。高いですよ、ねね、ちゃんとこのあれだ、うん、山作って、はい、口のところも触ってんだよね。ぐちぐち、ね、ちゃんと全部意味があるんだもんね、うん、ありがとうございます。ちょっとこれ簡単にねできそうですからね。そうそうそう。じゃあ次はね、難しい振り付けはどこだったかな。中でもね、中でもね、うんうん、どこがじゃあ難しかった。はい、私は、最後のグッチグッチダッチダッチムキムキポジポジ。あ、早いもんね、うん、はあ、はい、ここはあの頭の体操みたいになって、うん、どこで何をしたらいいか多分皆さん分からなくなるんですよ。私たちも覚えるときに苦戦しました。そう、普段ダンスやってる子でも、うん、あそこだけ難しいけど、まあそういうちょっとほら難しいところがあった方がね、はい、やりがいがあるもんね。はい、次の質問いきましょうか。じゃあね、うん、はい、はい、じゃあ次はね、一番好きな歌詞とか言葉どこだったかな。そうね、うん、はい、うん、なんていう歌詞ですか。フグとかみかんとか山口の名産物とかがいっぱいあって、そんなところが好きです。素晴らしい。かわいい、かわいい。100点の答えやね。 ありがとう。そういう、うん、ちなみにフグ食べたことある？ある。わ、ちゃんとした子のお嬢さんでした ね、 いいね。よかったよかった。じゃあ気持ちもわかるね、フグの気持ちもね、うんうん、ちゃんとね、やっぱり散りばめてるんですよね。そうそう、山口県のことがいっぱい入ってますからね、うん、よかった気づいていただいて。だからね、全部ね歌詞カードをね見ながらこの曲聴いてほしいですね、うん、そうね。そしたら、ね、いろんな深いメッセージがね込められてますんで、はい、そこまで深くないよ。あの、ね、深くないです。2回目の方がなんかグッとくる歌詞なんですよ。そんな深い歌詞じゃないんだけど、うん、山口県のことは散りばめてますんでね、はい、気づいてほしい。よろしくお願いします。それではちょっとお時間の方、うん、あら、もう、はい、最後の質問に。え、あと20個あったんだけど、多いです。ちょっと、はい、あ、じゃあね、せっかくですから、うん、僕らね、これ山口県で流行らせたいんですよ、うん、これがね、流行るかどうか聞きたい、はい、あ、うん、じゃあ今答えてない2人、ちょっと大事な質問です、これは、うん、答えるのは答えてくれる、ね、答える、あ、うん、じゃあ、うん、流行ると思う人2人、うん、手挙げてください。あ、よかったなんでなんで、理由はもう子どもさんの明るい声でみんながポジティブになれると思う、うん、素晴らしい。言わされてるかのように言わされてるかのように大人顔負けのいいコメント。そっちの子の子にも、はい、流行る理由聞いて。流行ると思います。シンプル流行ると思います。間違いないでしょう。皆さんが、ね、これが一番正直、はい、ダンシングエンジェルスの皆さんが言ってるから、はい、絶対に流行ること間違いなしですよ。はい、はい、今日はですね、山口のダンシングエンジェルスの皆さんに集まっていただいて、はい、ビープ君ポジティブ体操を披露していただきました。今一度皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございました。踊ってくれてありがとう。じゃあ最後に八田さん、ちょっと意気込みをこの体操に対する、はい、ほとんどの方が今日この曲なんじゃとおかんでしたけども、はい、3ヶ月後半年後には、うん、まあ、山口県で結構耳なじむと思いますので、皆さんぜひご協力そして盛り上げるようお願いします。お願いします。はい、皆さんお願いいたします。今日ビープ君のポジティブ体操ライブお伝えしました、はい、山口のダンシングエンジェルスの皆さん、そしてコドモーズの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、みんな帰ろう。